日曜ラジ歴イエーイ。いやー、ということでですね、台風が今、はい、9月の8日金曜日に収録してるんですけれども、いやー、雨がすごいということで、久しぶりに台風がねやってきておりますけれども、関東地方、はい、きっとまあこの収録が終わってこれが配信される頃には、まあ、9月10日の日曜日ですから、うん、そうですね、もうすでに台風の影響は過ぎ去っていると思うんですけれども、まあ、一部多分被害が生じている地域とかもあると思いますので、はい、そういった方についてはですね、はい、復旧に向けて、気をつけていただければと思うんですけれども、はい、やっぱりこう、まあ、9月に入って1週間も経ちますと、うん、いよいよこう秋めいてきたなという感じはありますね、はい、まあ、なかなかこの土日気温がね、台風一過、うん、で台風が過ぎ去った後の影響で、まあ、気温がねぐぐぐっと上がって、うん、夏が戻ってきているっていう感じですけれども、はい、やっぱり夜とか朝方はね、なかなか半袖だと少し肌寒いなと。そうね、だから涼しくて気持ちいいっていうのもちょっと通り越して、あれ寒いかなって思いそうなっていう感じにもなってきているので、ちょっとそろそろね、はい、はい、残暑くんも、うん、台風とともにどっかに行ってくれればいいと思うんですがバイバイと。なかなかそうは言ってもまだ秋っていう感じがね、はい、しないのは、僕はやっぱりあの新米、ほうほう、お米、お米のね、うん、新米っていうのを見ると、はい、やっぱりこう秋だなって思うわけですよ。まあスーパーとかに並んだりね、並んだりとかね、うん、まあ、うん、今こうあの中国のこう福島の処理水に対して、うん、まあ、日本からあのいろんな海産物とか、うん、いろんな貿易関係でね、はい、したもんだがあって、うん、はい、まあ、今日この配信を聞いてるタイミングではもうあの G20、うん、こちらの方が、はい、インドで開かれ、はい、まあ、その中でまあ中国とかに対して日本がなんか物を言ったりとか、どうなのか、うん、まあ、その前に ASEAN で、はまあ中国の言い分というものに誰も別にこう共感の輪が広がっていないということではあるんですけれども、やっぱりまあ中国っていうのは日本にとってお隣、うん、はい、やっぱ食べ物を輸出するってなると、こう中国って程よい距離なんだよね。まあ食べ物っていう意味で言うと鮮度も大事ですからね。そう、鮮度は大事だから、うん、特に海産物とかってなってくるとね、うん、そうするとなかなか、じゃあインドに、はい、中国とね同じぐらいの人口がいるから、じゃあインドに先を振り向けようっていうふうにしても、うん、なかなかパッとねいけるものでもないと、うん、で10億人の胃袋がなくなったというふうになると、まあ我々1億人、はい、におりますので、我々がね10倍分食べるというところ、うんうん、頑張らなければいけない、まあ、こういう食欲の秋が深まっていくなって思うんだけど、はい、いつもねその、はい、思うんだけどさ、まあ、私亀田製菓のお菓子が大好きなわけですよ。ほいほいほい、あれって新米とかって意味あるのかな。あふと思ってみたら確かにお米めちゃくちゃ使ってますよね。お米めちゃくちゃ使ってるけど、あれは別に新米とかじゃなくて、なんかそういうお菓子用のお米とかを使ってるからあんま、うん、関係ないのかな。関係ないけどえでも見たことないですよ、勝手な想像ですけど、ね、なんか新米で作りましたおせんべいっていうパッケージがあったらおって手がなんかね手出すかな、うん、今年やっぱりそのおばあちゃんのポタポタ焼きの顔が変わったじゃない。あ、え、知らなかった。知らなかった、うん、あの亀田製菓は僕大好きだよ。おばあちゃんのポタポタ焼きもよく食べるんだけれども、うん、顔変わったのよ、うんうんうん、顔変わって、初めて顔が変わって、はい、だから、まあ、やっぱりちょっと違和感がまだね拭えないんだけども、そうなんだ、うん、味は変わらないわけ、安定のね。ああそれはちょっと安心かな。安心の、うん、ただその一方でなんかそういう新米風味的なね、はい、感じでパッケージドーンって出たら、うんうんうん、これはなんか、はい、違和感というよりかはもっとこう、うん、濃い濃いっていうね、興味を引いて濃いって感じでね、うん、受け取るかと思うんですけれども、うん、やっぱりまあ秋っていうとやっぱこの夏の過酷な時期が終わって、はい、うん、いろいろとこう、あ、秋だっていう、うんうん、こうなんかね、はい、テンションが上がる部分っていうのもあると思うんですけれども、ソッシーのなんかこの9月秋、はい、
はい、こうテンション上がるなっていう話はなんかあるんですか？そうですね、やっぱり食の話と対比して、まあ、出てくる話題にスポーツの秋っていう ね、やっぱり食べ過ぎ、ついついね食べ過ぎてしまう秋、はい、うん、はい、でそれにこう体重が増えていくことを防ぐ上でも運動スポーツ、うんうん、まあ、これもね秋欠かせないですよね、まあ、運動するもそうですし見るっていう、うん、ねスポーツの秋だって盛り上がってますよね。盛り上がっていくあれですね。野球なんかはね、うん、今アメリカの方も日本の方もいよいよ、まあ、プレーオフというか、はい、シーズンもね、はい、終盤に進んでおり、まあ、優勝争いが、はい、こうすごい盛り上がっていたりとか、まあ、個人記録、うん、こっちの方もね、はい、いろいろ盛り上がってきているという状況ですけれども、うん、そんな見るっていうスポーツでいうとちょうどですねこの日曜ラジキが配信されている9月10日日曜日の夜の8時、うん、夜の8時20時ってやつですか、はい、20時ですけどもラグビーのワールドカップが日本戦第一戦ということでこれチリと戦うのかな第一戦が、はい、なるほど。どこでやるの今年のワールドカップ、ね、フランスですね。あフランスなんだ。フランスで、あそうかそうか、日曜日だから、うん、20時だと、フランスではお昼っていうことね、うん、日曜日のお昼に現地時間やるということで、うんうん、あれ前のオリンピックじゃないや、うん、ワールドカップは4年前だっけ、2019年だっけ、日本で開催されたの2019年ですね。そうだよね、そうそうそう、あれは日本で開催されたんだよね。そうですよね。でその4年前の2015年が、うん、五郎丸さんだった、うんうんうん、キックの時のポーズでね、そうね、ルーティンで、うん、ルーティンでね、こういろいろ盛り上がりましたけれども、はい、今年のワールドカップも、うん、これあれですか、日本いい感じのところなんかいけそうなんですか、注目の選手とか選手とかいるんですか。注目の選手はごめんなさいあんまりわかんないんですけどなるほどね、まあ、にわかだからね、にわかですよ。でもなんか、にわかだけど、うん、でもラグビーって僕が小さい僕ら、まあ、リトもそうだったかもしれないですけど、あんまりその、まあ、サッカーと比較して盛り上がりが欠けるって言われてきて長かったですけど、まあさらに言うとね、うん、さらに言うと別にね、はい、僕がちっちゃい頃はワールドカップ別に盛り上がりもしてなかったよ、はい、サッカーも盛り上がってなかったよ別に。あそうか、だって日本出てないんだもん。あそうですね、日本初出場したのが98年フランスか、フランス。僕その時中3だから。あそっか、僕その時小学校4年生だ。そうだから、まあ、そういう意味では、うん、日本戦は盛り上がるけど、うん、別にワールドカップ自体が盛り上がってないんじゃない、うん、ドーハの悲劇とかさ。なるほどね、うんうん、あれ別に小学生で見てたけれども、うんうん、そういうはいはい、なんだ、日本戦は盛り上がってたけど別にサッカー全体が結構こう好きな人が多い、プレミアを見てますとか、はいはい、サッカーワールドカップ別に、日本じゃなくても決勝戦見ますとかっていう人は、うん、やっぱここやっぱ数年10年20年の動きなんじゃないから。そうかもしれない、言われてみたら。だから僕ももしかしたら小学生だった時にもしですよ日本が、うん、日本代表がサッカーのワールドカップに出てなかったりとかしたら、なんかそんなにサッカー盛り上がってたよねみたいな気持ちにならなかったかもしれないし、うん、逆に言えばね、今小学生年代の子供たちっていうのはラグビーで日本が出場してるっていうことで、いやラグビー盛り上がってるよねって、そういう感覚、うん、になるかもしれないよね。そうですね、うん、ただラグビー自体は結構やってる人ってさ、うん、多いというか、その、はい、そう、高校スポーツ人気ランキングっていくと、うんうん、はい、なんだろう、ラグビーって結構上位に来るというかさ、来ますよね。そういうイメージは昔からあるので、うん、なんかアメフトはなんか危ないからなのかな、なんか大学生になってからなんかラグビーよりもアメフトって感じになるけど、うん、高校の時のやっぱりなんだろう、幅利かしてる部活って、うん、やっぱ野球、サッカー、ラグビーですね。B部とサッカー部とやっぱ野球部っていうところは、うんうんうん、はい、これはなんだろうね、スクールウォーズからなのか、なんかラグビーって部活の花形というかさ、だから体育会の部活で三巨頭に、ね、うん、まあ、トップ2ってしちゃうと、はい、やっぱり野球とサッカーになっちゃうけれども、はい、うん、やっぱその3番手につけてる感はあるな。なんでだろう、グラウンドでやってるから結構見えるからなのかな、うん、まあね、なんか競技のだってさバスケだってさ、うん、あってもおかしくないわけなんだけど、まあ、うん、バスケとかバレーも、うん、
そうだな、バスケとかバレーも人気だけど、なんか勝手な個人的な中ではやっぱり野球サッカーが目立って、うん、その一緒にそのグラウンドに目につくラグビー部っていうのがなんかこう、そうね、三大でそこに、まあ、体育館競技であるバレーと、うん、バスケがあるみたいな、ね、うん、なんかこんなイメージ感はあるね。今聞いてて僕思ったのはやっぱり室内か室外って大きいかもしれないですね。大きいよね、やっぱりそれは。だからあの別に意識せずともそこにプレーしてる人たちがいるのか、体育館の中でいるとね、何してるかも分かんない、見えないから。体育館ってなかなかさ、そう、狭いじゃん。狭い、その、うん、あの観客席設けないとさ、うんうんうん、見れないけど、そうですね、まあ、うん、運動場はね、外から普通に見えちゃうし、そうそうそう、おやってんなみたいな、そうですね、リーブやってんな、おいみたいな感じで分かるから、うん、はい、うん、まあ、だからあのちょっと話が若干それますけど、ちょうどこの9月8日収録してる日の朝、日経新聞で一面に築地にスタジアムができますっていう、跡地にね、うん、そうですね、築地の跡地、2018年に築地市場が終わって豊洲に移転して、あ、そうだね、あのみんなあのなんか一人乗りのセグウェイみたいなの、そう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 、 大量に豊洲にね入って移動してたよ、ね、そう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 面白い。で、そう、その後、まあ、オリンピックも、まあ、終わって、で、その後東京の再開発の、まあ、一つ目玉として、まあ、ずっとこの築地どうなるのっていう、ね、うんうん、ことだったみたいですけど、なんかなんだかあの記事で書いてあったのが三井不動産、はいはいはい、三井系がなんか手やるって言ってたね、を中心とする、うんうん、はい、企業連合、うん、が、まあ、東京都にあのこの再開発事業案を、まあ、提案してと、でスタジアムの建設をと、で、まあ、多分プレーするだけじゃなくて、スタジアム、はい、で築地に、そうそう、でホテルとかオフィスとか住居棟とかなんかいろいろもりもり盛り込んで、まあまあそこら辺は分からんくもないけど、うん、まあまあまあ、うん、築地にスタジアム、そうそういる、いやー、で、いや、でここはえっと思ったのが、この企業連合の中に読売新聞社も入ってるらしいんですよ、はいはいはい、とすると読売巨人軍の動向が気になってきたりとか、あ、まあね、東京ドームもね古くなってるから、そう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 、でもスタジアムって国立競技場作り直したばっかだしなとか、とかね、うん、なんかいらなくないっていう気は個人的に、まあ、東京ドームをね建て替えなきゃいけないから、うん、はい、あのもう老朽化も結構古くなってるっていうのでね、うん、あの東京ドームだって平成元年とかですか、もう長らくやって使っているわけですから、うん、だけどいらなくないかって個人的には思っちゃうけどね、でびっくりしたのが総事業費の、まあ、予算感の構想が、うんうんうん、ですね、あの国立競技場が、1500億円ぐらいが総工費だったらしいんですよ、はいはいはい、そうだよね、うん、ザハさんのあのでっかい案だったら2000億とかいっちゃうっていうのが結局ダメになっちゃって、うん、だったかな、それで、ま、圧縮しても1500億円だったんですけど、うんうん、今回のこの提案の総工費予算8000億から9000億と、8000億から9000億、うん、そんな敷地、築地のあそこの市場って狭い狭いとかって言われてたけど、うんうん、はい、やっぱそれなりにでかいのかしら ね20ヘクタール20ヘクタール、うん、はあ、ちょっとこれピートあんまり来てないんですけど20ヘクタール、はい、まあ、100メートル100メートルで1ヘクタールだから、うん、まあ、それが20個あるってことで、ね、うんうん、そうか、100メートル四方、うん、はい、っていう感じの、まあ、ニュースもありますけどね、まあ、スタジアムいるのいらないのみたいな話はありますけど、まあ、スタジアムってことはやっぱりスポーツがねそこで行われていくわけですけど、大体どれぐらいにできる目安なの今、着工すると、ね、2030年代前半の開業を目指すと、はあはあ、だからあと 10年プロジェクトってことね、うん、感じみたいですね、はい、大変だ、まあ、やっぱりこう福島の処理水とかも含めて、うん、やっぱり10年単位20年単位30年単位40年単位とやっぱり長期プロジェクトっていうのをね、うん、やっていくっていうのも結構あるし、そうなってくると、まあ、その時その時の我々の生活がどうなっているのか、うんうん、ライフスタイルを含めて、はい、やっぱりその先の需要を見越してとかっていうのも ねなかなか難しいものがあるけれども、うん、ぜひ、まあ、はい、こうスポーツうん、でも、やっぱり長期的な視点し、はい、やっぱね、うん、短期的な勝利だけじゃなくて、うん、こうどういうふうにファンビジネスというかファンもね、うん、含めて、はい、
裾野を広げていくのか、うん、この2023年はこう大きいスポーツで言ったら、うん、ワールドベースボールクラシック WBC で日本の勝利、はい、その後バスケもね、はい、パリオリンピック、パリオリンピックの出場権を48年ぶりですか、自力で獲得、はい、そうですね、うん、前回はね東京オリンピックは開催国枠で参加ということでしたけれども、うん、実力で、はい、パリ五輪、はい、来年の、ね、パリ五輪勝ち取ったと、うん、いうこともあり、うん、他にも陸上、世界陸上とかでもね、はい、あの日本人選手が大活躍したということで、うん、世界を舞台に日本頑張っておりますけれども、ぜひこのラグビーワールドカップも日本チャチャチャと、うん、まあ、バレーの応援ですけれど、チャチャチャなぜか、まあ、ラグビーしっかりと頑張っていってほしいなと思いますし、はい、来年パリオリンピックがあるということで、来年に向けてホップステップジャンプと、うん、ということで、はい、日本スポーツ界ますます盛り上がっていってくれたらと思います。さあ、ここで番組からのお知らせです。番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。はい、お待ちしてます。はい、といってもメッセージ何を送るのってことで迷っちゃうかも、悩むよね、悩んじゃうよね、いると思いますので、はい、今日いろいろお話ししたスポーツの秋のみならず、食欲の秋、読書の秋、あとはね紅葉とかも近づいてきてますので、そうですね、もみじ狩り、はい、うん、あります、いろんな秋があります。ぜひあなたの〇〇の秋教えてください。はい、うん、いいですね。この秋やってみたいこと、行ってみたいこと、食べてみたいこと、はい、いろいろ教えていただいて、そんなメッセージこの番組の中でまた来週以降紹介させていただいて、皆さんとトークを楽しんでいきたいなと思っています。はい、はい、ということで、ここまでのお相手は私リートンとソッシーでした。バイバイ。バイバイ。